はい、こんばんは。こんばんは。あ、今日買い物したとんで。どうしても食べたかった。くず餅。くず餅、作ればいいと思ったんだけれどさ。そうした、したの取らないから、その上も取らないから。いや、150円だったら、労力考えたら、買っちゃえみたいな。確かにね。これだったら確かすぐ食べるな。300円だったら、作っちゃおうと思うけど、150円。労力考えたら、買おう。と思って。すごい、これとこ、超いい画面がばっかりと、この半角って文字だけ。はい、いただきましょう。せーの、いただきます。どこのものなんだ、京都だよね。くず餅ってもともとからだよね。くずで、くず。イェイ。でもさ、ういろうとさ、くず餅の違いって違いなんだろうね。ういろうと、うん、くずはね、くず餅はくずで作ってあるんだけど、今日くずで作ってるのが少ないから、やっぱういろうじゃない。確かにね、基本的に何繰り返したの、立てるもんじゃないと思うぞ。あ、落ちた。色と一緒。いや、小麦粉でしょ。ほんと微妙。おお、なんか硬い気がする。こんなもんだっけ。チンするって感じじゃない。いかがですか。うん。おいしい。うん、くず餅は発酵させた小麦粉、でんぷんを蒸すものでって書いてある。へえ。なるほどね。うん。発酵させるらしい。まあ、おいしい。今度作って、今度作ってよ。こんなもん食べてみたくない。今度作って、今度作ってよ。お願いします。はい。はい、にゅん。